落札してきましたよ、イエーイ。はい、こちらですね、じゃじゃーん。はい、こちらのね、落札してきたプラレールを紹介しますよ、よよ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 。はい、ちょっと個人情報があるのでちょっと見せられませんけども、では開封したいと思います。はい、じゃじゃーん。はい、こちらの711決意にゲットだぜー、イエーイ。さあ、早速ですが、はい、一両ずつ紹介しますよ。はい、まずは、はい、交尾車から。はい、おー、すごい、わ、綺麗。まあ、わー、汚れも、すげえな、ここに、まあ、汚れはありますけど、わー、これ後で、まあ、後ほど手入れしときましょう。はい、ちなみに、メイドインタイランドです。はい、この通りですね。はい、続いて、中間車。うわー、まあ、汚れが、ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、大した汚れではないけど、おー、綺麗だね。まあ、綺麗な方ですよ、まあ、どっちかしろ。おー、どっちかというと、まあ、綺麗の方ですけど、おー。はい、こちらもメイドインタイランド。はい、おー。さあ、最後、先導車。はい、おー、すげー。あー、これを欲しかったんだよな。まあ、ヤフオクで入手した。はい、こちらもメイドインタイランドで、ゴムの劣化はありません。おー、新しい、ありがとうですが、なんだこれ。あー、なんだこの汚れ。あ、後でこれ手入れしときましょう。よし。では、早速動作の方を確認をしてみたいと思います。あれ。おー、動いた、動いた。はい、お見事。ギア割れなし。ありがとうさんです。はい、お見事。ありがとうさん。はい。あー、欲しかった、欲しかった。711系。ついに入手しましたよ。これで。廃車改装の再現ができますよー。この間の大倉山み、ね、姉さんがされてた方、ついに入手しましたよー。あとはね、改造すればね、廃車改装の再現ができますよー。では、短いながらご視聴ありがとうございまーす。ターン、イン。プラン転載に指定、もしプラン転載された場合はご報告願います。